ちゃん。え？リカちゃん、これ何？回るの？はい、これアマゾンで見つけたんです。これでほら、この上にベッドを作ったら回るベッドが作れちゃうなんて最高！あらあら、まあ素敵なアイディアね。え、でしょ？でもそれを使えば、え？いつもより素敵なドレスが作れるって言ったらどうかしら。まさか。そう、リカちゃんをこの上で回しながらドレスを作ればいつもより素敵なドレスが背中まで作れちゃうのよ。それは素敵なものを手に入れたわね。さあ、行くわよ。はい。まずは髪型を大変身。この髪型にするのに1日かかりました。動画には撮れてないけどね。青い粘土、伸ばして伸ばしてカット、畳んで畳んでペタッ、水色の粘土、四角くカット、貼り付けていきます。ここまでかな。ぐるっと一周貼り付けました。また青い粘土を伸ばして伸ばして、こんな感じのフリップにします。重ねて貼っていきましょう。水色の粘土の上には白い粘土を貼り付けてフリルを重ねます。こっち側を少し丸くカットします。畳んで畳んで、腰からペタ、青い粘土で作ったフリルを上から重ねていきます。水色の粘土を伸ばして伸ばして、これをスカートにつけていきます。こんな形にカットして、畳んで畳んで、腰にペタッ。今度使う粘土はこのブルー。これを最初くるってして、あとは鼻の形になるように畳んでいきます。やってみたらすごく簡単。ドレスに飾り付け。はい、ラメパウダーをブラシにとってドレスにまんべんなくつけていきます。ラメ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 、豪華ゴージャスセレブリティ。お花の間にパールも飾りましょう。腰にはパール。